若い頃のようにはいかぬようだな。ここまでか。問答無用で悪いがよ、さっさと楽になっちまっときな。あ、やってられねえぜ、タグよ。貴様、ケンタロウか。よう、テイラー。しばらく見ねえうちに立派に老けたな。やかましいわ。会って早々、人の神経逆なでしやがって。だから私は貴様が大嫌いなんだ。なんだよ、せっかく助けてやったのに、また文句かよ。ちょっとテイラー、やめときなさいよ。しかしないや。このバカがバカなのは、誰よりもあなたが一番知ってるんでしょ。頭に血を上らせるだけ、時間と健康の無駄よ。言うにこと書いて好き放題だな、おい。キャプテンの旧悪の数々が忍ばれますね。うっせえぞ、タグ。お久しぶりです、テイラーおじさま。おお、エリカちゃん。どうか。こんなにも大きくなって。体の具合はもう大丈夫なのか。おかげさまで。でもそれよりも今はおじさまの怪我が。じっとしていてね、エリカがすぐ癒してあげるから。この優しい光、はあ、本当にあの人に瓜二つは。おい、テラ、何人のマナ娘にときめいてんだよ。バカなことを言うな。無理もないわね。エリカは日増しに母親に似てきてるもの。あなたの初恋のお相手、メリアージュね。で、俺様に似ちまったって評判のもう一人はどこだ。空の上さ、竜に乗ってあの城に突撃して行きおった。うちの子供たちまで巻き込みおってな。無鉄砲なところまで本当にそっくりね。元気が有り余ってていいじゃねえかよ。あの泣き虫のチビがそんな無茶するようになったなんてな。行くのか。うん。そのために貴様は戻ってきたんだろう。ああ、ちょっとした授業参観のつもりで顔を出してくるぜ。重ねて悪いけどな、エリカとナイアのことよろしく頼むわ。ふん、断ったって強引に押し付けていくつもりだろうが。数少ないダチなんだ、遠慮なんてする方が失礼ってもんだろ。誰が。トライゼルド。タイプシフト、トルーパーモードからフライヤーモードへ。超特急だ、派手に飛ばせ。よかった、みんなとりあえず無事みたいだね。もう一体何だったわけ。
あまりに大量の魔力が一点に集中したせいで、飽和状態が起こって、制御不能になった魔力が、そのまま衝撃波として拡散したみたい。召喚術を失敗した時に起こる魔力の爆発と同じ現象ですか？ってことは、つまりギアンは儀式を失敗したってこと？でも、その割にはさ、なんか変じゃない？あれだけの魔力が爆発したのに、この程度で済むはずは。あれは、冗談でしょ。いくらなんだってシャレがきついですよ、こんなのは。あれはダリューだ。至りし竜にはあらず、至る途上の道にあるアリューにもあらず、道そのものを踏み外し歪み落ちてしまった魂の流れの果て、それがダリューだ。竜の姿は魂の姿、彼の精神を包むシエルが肉体となったもの。あのまがまがしい姿はギアンの心の中の闇が形を成したものなの。なまじ優れた資質の持ち主でなかったならこうもならなかった。皮肉だな。散る瞬間まで荒れ狂い続けて、やがて最後には存在そのものが完全に消滅してしまうの。原生の輪にも戻れず、生まれ変わることも二度とない。ギアンが正気に戻れば暴走は止められるよ。だけど
彼を元の姿に戻してあげる方法は多分存在しない。そんな、どの道このまま彼を見過ごすことはできません。歪んでしまった存在はさらなる歪みを招いて悲しみを連鎖させる。どこかで立たねばならないんですの。抑制を失った力は世を害することはあっても利することは決してありえない。だからこそすべからくダリューは撃たねばならぬのだ。それにこのまま奴を好き放題に暴れさせておけば確実にこの一帯は壊滅してしまう。貴様だってそれは望んじゃいないだろう、ライ。馬鹿げた威力の攻撃はギオンの吐息じゃよ、おそらくな。イエス、対象確認。最大望遠にて映像投影します。これがあのギアンだというのか。っていうか美形さん台無しだよ。やはり止めることはできるんだか。まだ諦めるのよくないです。信じるんです。きっとみんなまだ諦めてない。だから僕たちも信じるんです。皆さんは絶対にやってくれます。高エネルギー発生、対象が再びこちらへ砲撃してきますわ。予想着弾地点はトレイユの町中心部です。あれを撃たせたら町は消し飛んでしまうぞ。召喚術で止めるわよ、リシェルちゃん。分かったわ。リシェル、ミントさん、しっかりするんだ。あの姿で召喚術を使えるなんて。ジャガンまで止められない。新たなエネルギー町中央部にて発生。これは結界じゃ。途方もない魔力の防御。なんとかギリギリで間に合ったようだな。一体何が起こったというのだ。ユエルたちの仲間が
みんなを助けに来てくれたんだよ。因果すらも超えて常に強くあろうと歩き続ける者たち、この俺に進むべき道を示してくれた大切な仲間たちだ。ですから、もう町の心配はしなくても大丈夫ですわ。心置きなく全力を尽くしなさいな。以上、通信終了。みんな、パパのこと好きだから助けてくれるんだよ。うん、みんなでパーティーしよう。私もみんなと一緒に戦います。みんな頑張ってる、なのに私は見ているだけだなんて、そんなのはもう嫌なの。これは月光下の妖精の能力は秘めたる才能と力を開花させる。エニシアの思いがみんなに力を与えてくれてるんだよ。私の思いが、
くよー、やっ。行くぞ、せや。力を貸してね。Oh!
Bye.
消えてなくなれる。行くぞ、セア。もらった。はい。オイラの本気見せてやる。はあ、オイラの本気見せてやる。はあ、
Oh.